そう、カナタスは、あの、お塩ママの、グッズも、僕の、等身大タペストリー、実は今、あの、ボースに飾ってるんですけど、あの、海の水着のやつを、本当に、この、この配信の前日とかにお塩ママからグッズをね、もらったんですよ。結構風呂面にもう配るために自腹で買ってるよ、みたいな話をしたわけよ、お塩ママに。全然送るよ、みたいな感じで送ってくれて、タペストリーのやつとかも送ってくれて、持ってきたのよ、たくさんあったから。で、本当は4つ分持ってこれるんだけど、持ってこれたんだけど、みんなちょ、いらんかな、みたいな。思ってさ、どうなんだろう、いるかなみたいな。お塩ママのイラストとグッズは最高なんですけど、ただカナタスのグッズですって言って、どうなんだろう、みんないるのかなって。グッズっている人といらん人いるだろうしなと思いつつ、2個にしたの、それで。それで気を使い2個にしたら、案外みんな、いいのいいのみたいになって、ちょっと争奪戦になりました。さすがお塩ママ。うん、それびっくりした。なんか、カナタスはさ、自分のグッズをさ、押し付けるという、ちょいネタの気持ちでたまに、自分のね、グッズを持ってったりとかもするんですけど、みんなすごい欲しがってくれて、ありがとうございますっていう感じで、ペコラ先輩がさ、その配信の後に、カナタちゃんこれサイン書いてくれるんだよねみたいな感じでさ、言ってきてさ、いいんですかみたいな。全然書きますって言って、じゃあちょっと、開けてみるペコみたいな感じでさ、タペストリー開けたんよ。じゃあみんなのさ、絵柄さ、見たい、多分お塩ママのもう売ってないと思う。なんかね、夏のやつなんだよ今ね。最近今もう新しいグッズがなんかね、今ギャルタスが出てるはず。売り切れてなければ、ギャルタスあるよ。今ギャルタスのタペストリーがある。これね、等身大タペストリーだからね、大きいんだよ。これが今お塩ママのブースで売ってるギャルタスの等身大タペストリーね。これがそう言ってたペコラ先輩に、あの、あと、いろはちゃんにあげた、やつですね。これをあげたんですよ。これの、ちょうど、顔の横にサイン書いたんだけど、まあ、それは一旦置いといて、これの時に、ペコーラ先輩が、バサって、いやー、ペコーラ先輩、これ、等身大なんですよ、みたいな。カナタン、その、等身大のタペストリーなんです、って言ってさ、えるろって言ってた。えらいでしょ、マジでエロいでしょ。どうしますペコラ先輩、サインどこに書きますって言って、このさ、お腹とかこう太ももら辺に書いちゃいます、エロいからって言って、ここに書いちゃいますかって言った。いやでもここに書いてもらったら、あの、写して写真撮ってみんなに見せるときに、ここだけを写すことになるペコって言って、それは嫌だ、顔は入れたいよねって言って、顔入れよう、顔入れましょうって言って、で、顔の横に書きました。じゃあこれ転売するねって言われて、で、僕適当に返事して、はーいって言って、転売していいんかよって言われて、転売ダメダメって言って、これ転売を防ぐために、ペコラ先輩って書くからって言って、これ転売したら、もうペコラ先輩ですからねって言って、ペコラ先輩ダメだよ、ノー転売って言って、書きました。転売対策に。本当は、ノー転売、転売禁止って書こうかと思ったんだけど、転売の、漢字が書ける自信がなかったんで、書くのやめました。これをペコーラ先輩といろはちゃんにあげて、じゃんけんしようっていう話になってたんだけど、いつの間にかね、ペコーラ先輩、これもらっていいのって言っててね、あ、いいですよって言ってね、あげました。だからペコーラ先輩にあげた。カナタスのサイン入りでさ、ペコーラ先輩のさ、指紋付きだったらさ、もうこれマジでさ、価値上がりすぎだよね。でも、ペコラ先輩が、メルカリなどに出したら、ちょっとペコラ先輩、それ住所とかが、バレるんで、もうダメだよ、絶対。転売しちゃダメ。ペコラ先輩がさ、ペコラ先輩これさ、部屋に飾ってくださいよ、みたいな。飾ってんね、みたいな言ったらさ、でも、ペコラ、みんなのそのグッズとかってそんなにいっぱい持ってるわけじゃないから、なんかカナタちゃんのこのタペストリーだけ、家に飾ってたら、なんかガチ感出て、気まずいペコみたいな。言ってたんだけど、いや、いいじゃないですか、ガチ感出して。っていうか、ペコラ先輩、家に人呼ばねえだろって言ってさ。ペコラ先輩、家にメンバーとか呼ばないんだから、ガチ感も何もないだろって、誰も見ねえじゃねえかって言って、多分飾ってないと思うけど、大事にしまっておいてる、そんなタイプに思いました。来ねえだろ、誰もって。でも、あずちゃんは来たよ、みたいな話とかもして。そう、なんか、あずちゃんとペコラ先輩、すごいさ、距離がさ、もうさ、だいぶ近くなっとるからさ、そう。ねえ、いつの間に攻略したんだと思って、あずきち、いつの間にペコラ先輩攻略したんだと思ってびっくりしたな。ほんとに。ツッコミする。いや、そう、裏の話だったけど、全然ツッコミ入れますね。